京成金町線。金町線は京成高砂護駅と京成金町駅を結ぶ京成電鉄の鉄道路線。全線が東京都葛飾区内を走行する。駅ナンバリングで使われる路線記号はケース。営業キロ2.5キロメートルの路線で密集した住宅街に囲まれている。東京23区内の旅客営業路線では東武大使線と同様。 数少ない全線単線の路線である。柴又駅形成かな町駅間の柴又街道と並走する区間は直線であり、線形が良い。駅数はわずか3駅で、唯一の中間駅である。柴又駅は、柴又定着店、葛飾柴又寅さん記念館、矢切の私などの宿り景気であることから、地元住民の利用に加えて、柴又定着店への参拝客や、映画、 男は辛いよ関係値をめぐる観光客の利用も多い。短距離ながら、本線、成田空港線、成田スカイアクセス、北総鉄道北総線と東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐線を結び、両端の駅で都心方面と接続することから、朝夕は上下方向ともに通勤利用が多混雑する。映画、男はらいよでも、 映画シーンの中でこの路線が多く登場した。主演の厚み清死去後の1996年8月には、ありがとうトラさん。1998年8月には、お帰りトラさんのヘッドマーク付き電話。2008年には映画、男は辛いよ。公開40周年を記念したラッピング電車が運行された。 2010年7月5日より、葛飾区の PR として、男は辛いよう呼び、こちら、葛飾区亀有公園前発出所のピング電車が、運行されていたが、共に運行を終了している。京成高砂駅付近の金町線高架が、完成した2010年7月5日に行われた、ダイヤ改正より、金町線は全列車が、京成高砂駅京成金町駅間の、 折り返し運行となり、京成高砂駅では他の路線と改札も分離した高架線用端式一面一線ホーム5番線を発着に使用し、平日朝夕は10分間隔、日中は15分間隔で運転されている。全線単線となり、早朝、深夜を除いて、もともと副線区間の終点であった芝又駅で列車交換を行うダイヤとなっている。 2012年10月21日のダイヤ改正時点では、平日ダイヤで89往復、と休日ダイヤで75往復が設定されている。すべての列車が普通列車で、4両編成で運行される。京成高砂駅の金町先行か構前は、日中は、仙台より開始の普通列車が、京成高砂駅の地上にあった島式の4、番線ホーム。 金町線専用ホームではなく、京成本線や北総線も発着していたを利用して20分、各、通勤、通学時間帯のラッシュ時は10分間隔で運行されていた。また、京成本線と直通し、京成上野駅を発着する列車が設定されていた。その他に、少数ながら、押上線と直通し、押上駅を発着する列車の設定もあった。本線。 押しげ線に直通する列車は、全区間にわたって各駅に停車する普通列車として、運転された。現在他車線のリーではないが、1987年から1998年までの、大晦日の終夜運転時に限り、京急線横浜駅、1998年のみ、新津市駅からの普通列車が、都営浅草線、押しげ線を経由して、京成金町駅まで4両線で、 直通運転をしていた。長期にわたり、運転をしていながら、金町の方向幕を用意せず、砂防急番で、先頭車に貼り付けていた。運行車両は、K99000 系、1500系であった。また、1999年元旦には、k 急6 0 0型も充当され、京成金町駅からの折り返しは羽田空港、現、 羽田空港国内線ターミナル行のエアポート初日号、旧船内は開徳として運転された。2009年の6月30日には青電塗装の3300系リバイバルカラー車両を用いた、京成創立100周年記念列車が運行された。この時の種別は特急であったが、金町船内は各駅に停車している。金町駅到着後は回送電車となり、 高さ護賢尺まで改装された。金町線では、毎年1月の正月三が日と、7月の葛飾農業花火大会で、臨時列車を運転し、全車は日中10分間隔、2010年までは通常20分間隔、2011年は通常15分間隔、後車は夜間10分間隔、通常は10から20分間隔に増発される。 京成金町線の起源は、芝又金町間で人が車両をして動かす、人車軌道を運行していた、大社人車鉄道である。1897年、明治30年に、日本鉄道により、金町駅が開業し、芝又大社店への参経者が増加し、その交通の便を図ろうと1899年、明治32年に、大社人車鉄道が設立され、 同年内に、柴又金町間で営業を開始した。線路は全線複線で、折り返しのため、柴又駅、金町駅の終端部は、ループ線になっていた。客車は1両6人乗りで64両あり、通常1人で押していたという。1907年、明治40年には、大社人車起動と社名を改めた。1九百九年、明治十二年、成田山や 柴又大借店の三景客輸送を目的に、京成電気軌道、現在の京成電鉄が設立された。京成電気軌道は大借店を通り、金町への路線を計画していたが、ルートの重なる大借人車軌道は、1912年、明治45年に、軌道特許を京成電気軌道へ譲渡した。同年、京成電気軌道は後に、押上線。 本線の一部となるおしゃげ、市川、現在の江戸川間と、支線として、曲がりかね、現在の京成高佐護芝又間を開業させた。翌1913年、大正2年には、芝又金町間の一車の運行を終了し、単線電化で、芝又金町間を延伸して、電車の運行を開始した。2006年、平成18年12月、 京成電鉄は2010年、平成22年7月の成田空港線開業に伴う踏切遮断時間増加防止策として、本線高架化を待たずに、金町線のみ、京成高砂駅付近を高架化する計画を発した。高架化工事は2010年7月5日に完成した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。